ははいいどううもも皆さんこんここにちは強いことにもですということでですね今日も一日日ていきましょう今日は2020年の1月31日の金曜日ということでですね、えー、1月もはいもう2020年にもなって2020年にもなって2020年になって1ヶ月も経つんですねはいいやほんと早いですねあっという間という感じでうん、えーまあ、学校もねもうすぐ終わりということでまあ あとまあ二ヶ月二ヶ月ないか頑張っていきたいと思いますはい、ということで今日はですね、まあ、バイトがなかったので CD 紹介させていただきたいと思います、えー、今日紹介する CD はこちらですねうんと、ちょっとなんかここでいいかなおーなんかくっついてるみたいあ <laughs> くそ失礼しましたサムネはい、ということで えー、今日紹介する CD はですね「エグザイルでピュア・岩前ンサンシャイン」という CD ですね、はい、こちらですね「エグザイルでピュア・岩前ンサンシャイン」の CD の2番ということでですね、はいえー、こっち今 TAKAHIRO から厚 s までこう並んでる感じになってますねピンクの基調としてる感じとなってますここもねピンクになってますけど、えー、入ってる曲はですね えー、ピュアそしてユアマイサンシャイン両面グルですね、まあ、久しぶりでもなんか時の欠けら、トニー・トガーツがあったので、えーまあ、エグザイルエグザイルとしての両 A 面としてはかなり久しぶりになってますけどもそして、えー、3番に変わらないものということでですね、えー、前回の CD 紹介で紹介した EXILELOVE という CD があったと思うんですけどそれに収録されていましたアルバム曲なんですけどそれがまあ入ってますねでその3曲のインストゥルメンタルバージョンということで計6曲になっておりますはい まあエグザイルはですね2008年に入ったんですけどもえエグザイルパーフェクトイヤー2008」と掲げましてまあパーフェクトイヤーということでまあ完璧な年ということでですね今年はいろいろはいいろんなことをしますまあこれからどんどんこう紹介していくと思うんですけどえそのまあ第1弾のシングルとなったような感じの曲ですねはい「ピュアと岩間さんシ変わらないものの歌詞が書かれておりますはい,いやーでもね「ピュア」 もうユアサンシャインも結構あのタイアップがあったので聞いたことある人多いと思いますよ。ピュアは確かねあのリスもね今あんま今あんのかなリス持ってまあでも当時すごいあの携帯でねあのガラケーの。 時に流行ってましたけど、それの cm ソングで岩前サンシャインは映画の cm ソングになりました。はい、出てこちらですね。エグザイでピュア岩前サンシャインの dvd 付きえシリパス dvd 版の方ですね。こっちはえっとさっきと逆でですね。淳から高 t a という感じでこう並んでおります。ちょっとなんか淳と t a k a 優遇されてる感ありますよね。一番前だからね。絶対にね。あの akira は絶どっちも真ん中なんですよね。<laughs> はいまあ、いっか。どっちもね。顔が見えてなかないわけじゃないんでね。はい、まあね。アイドルとかもね。センターとかありますからね。そう考えたらまあ仕方ないか。 格差はまあもちろんでできるものでそれぞれ好きな人を応援しましょう、はい、そして、えー、CD は全く同じ内容なんですけど DVD には、えー、ピュアのビデオクリップ PV が収録されていますはい y o a m サンシャインはですねシングルなんですけど PV はありませんはいまあまあ珍しいですねエグザイルとしてはシングルで PV がないのは結構珍しい感じとなっております p、えー、ュア e y サンシャインの特別サイトそして e x ファミリー入れよで同じ広告と a <laughs> x p o 今ポイント出てこなかった、はい、中身は一緒ですね。ということで、まあ、今回何を歌うかといいますと、まあ、もちろん「ピュア」か「岩前サンシャイン」なんですけど、まあ、ここでね僕はね今まで。 多分ずっとピュアを歌うと思っていると思うんですよ。はい、えー、なんだ。ちょっと日本語おかしいかな。えー、と両 a 面の先の方を基本的に、しかも今回は pv も入ってますので、ね、ピュアを歌うとなっていると思うんですけど、逆に言うと岩間サンシャインってもうこの先あんま入らないんですよね。だからまあ、ピュアはね。このベストに入っているピュアを歌います。って言えるんですけど、岩間サンシャインはあんま入ってないんで言えないんですよね。はいだから。 これを聞くこの機会に「y u a m サンシャイン」を歌わせていただきたいと思います。え変わらないものも,もですね、まだ入るんですけど、いつか歌えるかなと思います。はい、結構ね、変わらないものはシングルではないんですけど、シングル並みに、はい、人気だし、はい、結構いろんな CD に入ってるんでね、正直 y u a m サンシャインより人気な気がしますね。はい、あ今日は,あのはまんない日かもしれない。まあちょっと話しながら、ちょっとね、お待ちくださいね。いやね、 ピュアの方はオッケー。本当に PV もねいろんな DVD に入ってて有名なんですけど y o u a m a y s u n h i n はねライブでも12回歌っただけでねはいあんま歌われない曲なんですけど、えー、なんでちょっとなんでって言ってもおかしいけど歌詞カード見ながら歌っせていただきたいと思いますうーん久しぶりなんだよな本当にうんちょっとメロディー危ないかもしれないんですけど頑張ってみたいと思います、えー、それでは聴いてください、えー、あ いいか、えっ、ー、と、定価とか歌い終わった後に言います。はい、山井サンシャインです。お願いします。高く。 遠い場所にいつかたどり着けるさ一歩ずつ歩いてゆく確かなもの握りしめて胸に今も響く真っスぐな君の言葉ずっと忘れないように 終わらない明日え気づいて欲しい二人の夢がすぐに光に包まれる君か僕の太陽だからきっとずつと永遠に はい、といいう歌ででございますすっ飲み番の方ですねこちらは定価1,050円なんですけども。 うん僕も、えー、中古屋さんで100円で買ったのでいまだに、はい、100円から200円ぐらいで買えると思います。そして、こっちの、ね、DVD 付き版の方なんですけど、こっちもですね、まあ、あんまあの CD の上版と DVD 版で、えー、差はなくてですね定価,は定価こそ1890円ということで結構差があるんですけども、今、ですね、えー、かなり中古でも安くなっております。僕もそうなんですけど100円から200円で買えると思います。はいまあ、僕は100円でで買いいましたけどね、はいえー、ととうことで 今日はこの辺で終わりにしたいと思います。えー、高評価ボタン、えー、少しでもねいいなと思ってくださいました。高評価ボタンはいお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。そして、えー、僕の twitter の方もよろしくお願いしますね。はい、えー、そして僕はそしてネコアレコースというレベルがあります。こちらもぜひぜひチェックしていただけるとありがたいです。ということで、今日はね、えー、作品紹介、ちょっと久しぶりにできましたね。はい、えー、明日は。は、えー、土曜日なんですけどね。バイトがありまして、えー、出せたとしても歌うだけのところになるかなと思います。はい。 これからねまた、えー、と学校がちょっとずつ少なくなっていく代わりに、まあ、また教習所とかも行くんで、まあ、あんまねあの生活としては変わらないと思うんですけども、えー、頑張ってねまた音楽活動していきたいと思いますということで梅雨子でしたここまでね結構まあまあ長い時間になっちゃったんですけど、えー、見てくださってどうもありがとうございましたそれでは明日の1一勝でお会いしましょうつ雨子でしたバイバーイ